キスエンドランです。お願いします。ありがとうございます。いやあのね、ちょっと最近彼女と別れちゃいまして、うん、そうなんや、うん、でも知り合いでいい子がおったら紹介してほしいねんな、うん、いい女の子ね、うん、もう好きなタイプとかあんのお前は、うん、タイプはね、うん、まず髪はあの何色でもいいから染めてる子、うん、あ黒髪が嫌なんや、うん、で歳は、うん、まあ年上か年下、うん、どっちも、うん、同い年が嫌なんやな、うん、ほんでまあ関東出身で理系の子とかがいいかな、うん、もしかしてやけど同い年で関西出身で文系の子に振られた、うん、いや元カノに振られた恨みで元カノと逆のこと言ってるだけちゃうお前。あとあの中卒か高卒か大学院卒がいい。逆言うてるだけやん、うん、なあ中卒も院卒も好きなわけないねんからお前な。あの知り合いにさ理系の中卒いない？おらんて。いない。理系の中卒なんかお前見たことないやろな。まあ、じゃああとまあなんやろな、実家は細い子がいいな。実家が太いの逆、うん、体型はキュッボンキュー。そんなやつおらんて。ほんでなんかほんのりずっと臭い子。どこがええねん、うん、なあお前の元カノがずっといい匂いで実家太くてボンキュッボンやっただけちゃん。おいお前めちゃくちゃええ女逃してるやんけ。なあ知り合いにさ、なんか臭い子いない？おらんて。いないか。なんでずっとほんのり臭い子をお前紹介してほしいねん。おらんか。なあ、まあ、ほんで、まあ、何食ってもまずそうに食う子で。嫌やろそんなやつな。俺が何言っても笑ってくれへん子で。え？まあ、仮に笑ったとしてもその笑顔なんか全然可愛くない子がいい。お前まだめちゃくちゃ好きやんけ。元カノのこと全然忘れられてないやお前な。ほんでもうやめろってお前。夢があるからって遠い国に行かない子がいいし。何何何？でもそんな距離なんか関係ないやんって俺は思わへん子がいいし。おいおいおい、俺のこと真剣に考えて振ってくれる優しさなんか持ち合わせない子がいい。だから別れてもうたんかよお前な。ほんで今夜の便で遠くに行かない子がいい。おお今すぐ空港行け。もうええわ。どうもありがとうございました。